なぜ速度が重要なのかっていうところですね。で、これ結論、それ、速度っていうのは個人の強みになるからですね。で、ここでじゃあ質問なんですけど、大企業とベンチャー企業あるじゃないですか。じゃあ違いって何ですかね。でもいきなり、まあちょっと待ちましょうか。大企業、ベンチャー企業、違い何だと思いますか。じゃあ3秒だけ待ちますね。1、2、3って感じで。はい、じゃあ答え言っていくとこちらの通り。大企業ってのは売上大きい、信頼も大きい。でも組織が巨大だから、やっぱどうしても動き遅くなるじゃないですか。で、一方でベンチャー企業はこちらの通り。売上小さい、信頼も小さい だけど、組織が小さいから高速で動ける、まあ、これ皆さん分かりますよね。多分大企業で勤めてる方もこれ見てると思うんですけど、もしくは中小企業とかでもやっぱその、まあ、中小企業といえどやっぱ人数多かったりするじゃないですか。そうするとなんか例えば友人と一緒にちょっとなんかプロジェクトやるみたいなのと比べた時に、まあ、会社になるとどうしてもこう遅くなっちゃうわけじゃないですか、まあ、こういった感じで。じゃあもう一個質問あるんですけど、それがこちら、企業と個人の違いですね。それはどうですかね。で、そこに関しては、企業に関しては、まあ、売上が大きい。で、信頼も大きい。しかし、組織が巨大なので、どうしても動きが遅くなる。まあ、要するに企業、まあ、先ほどの大企業とも同じっていうふうに考えたとして、で、一方で、じゃあ、個人は売上小さいですよね。で、信頼もまあ、小さいわけじゃないですか。でも、組織が小さいから、高速で動けますよね。まあ、僕とかはまさにそうだと思います。売上って言っても、まあ、個人にしたら大きい方かもしれないですけど、企業とかと比べたら、僕の売上なんてもうなんか、なんていうんですか、もう本当ゴミレベルって、もう超ちっちゃい感じですよ。で、あと、まあ、信頼とかもそうですね。大企業、歴史ある大企業とか、まあ、そういったのと比べたら僕に対する信頼なんて本当にもう誇りみたいな感じなんですよ。まあ、そうなった時に、じゃあ個人としてもしくは小さい組織でこう戦っていく時代、まあ、僕のチャンネルでは基本的に個人で稼いでいきましょうって話をしていて、僕もやっぱ個人で稼いでそっちの方がまあ生き心地がいいんですね。じゃあ強みどうするかっていうと、言うまでもなく速度なわけですね。スピード感ですね。まあ、あと、企業の運営する、まあ、ビジネスとかっていうのは、基本的には、まあ、失敗あんまできないっていう特徴を持っていたりするんですね。まあ、なんでかっていうと、大企業とかだと特に、失敗してしまうと、株主とかにこう、バンバン怒られるみたいな、そういうのもあるので、まあ、なるべくその、確実に成功するだろうって時に、まあ、大企業が動き出すみたいな。でも、個人だったら、もうどんどん失敗を許容して挑戦していく。まあ、それが結果として、個人、まあ、ちっちゃい組織の強みになると思います。まあ、とはいえなんですけど、ここまで聞いた方が、まあ、確かにその個人が高速で動くのも大切だけど、まあ、ただ高速で動きつつも、例えばなんか法律を犯してしまうみたいな、まあ、著作権を、例えばなんか間違った解釈をして、なんか著作権違反を犯してしまうみたいな、それは問題なんじゃないですかみたいな、そういう意見もあると思います。で、ここに関しては、ま、確かにおっしゃる通りですね。個人で何でもかんでもバンバンやっていくと、法律的な問題が起きることも結構あると思います。で、これっていうのは、ベンチャー企業によくありがちなんですね。で、ここは、ぜひ覚えておいてほしいんですけど、新しいサービスっていうのは法的グレーが多かったりします。例えば、こちら見てほしいんですけど、Airbnb。で、これは、違法民泊の問題があるんですね。もともと Airbnb って日本に来た当時はそんなになんか騒がれてなかったんですけど、こう広間に連れて、いや、それ違法じゃないかみたいな、そういう問題出てきたりとか、あとは Uber ですね。まあ、白タクの問題とか、あとは仮想通貨、これ、まあ、確定申告の問題とか、まあ、仮想通貨に関しては他にももういろんな問題も抱えまくりなんですけど、まあ、結局新しいテクノロジーが出てくると、まあ、それに対してどうやって法律を整備していくか、どうやって法律を解釈していくかみたいな、まあ、こういった問題が常に発生するんですね。で、あとここに関してもっとじゃあ身近な例を出すと、書評系 YouTuber ですね、これに関しても、まあ、ぶっちゃけ著作権としてどうなのっていうのは正直あると思います。でもここでちょっと考えてみてほしいんですけど、書評系 YouTuber 今世の中にいっぱいいるじゃないですか。 YouTube でなんか書評とか調べたらいっぱい出てくるじゃないですか。で、それでじゃあ書評で伸びてる人って誰ですかね。皆さん書評って聞いたら多分何人か思い浮かぶかもしれないんですけど、結論その伸びてる人の特徴っていうのはやっぱり早く始めた人なんですね。で、僕が思うに一番早かった人がモチベーション革命っていうそのチャンネルだったと思うんですけど、そういったチャンネルが出てきて、で、それはなんか世界の偉人の言葉とか、あとは本のまあ要約みたいな、まあそういうのでモチベーション革命というチャンネルがめちゃくちゃ伸びたんですね。今多分運営停止されちゃってるかもしれないんですけど、で、それが出てきたのが確か2019年の前半とかですかね。それぐらいだったと思います。で、僕もそのチャンネル見ててすごいなと思ってて、で、そのモチベーション革命がバツッと伸びた時に、そのタイミングで書評系 YouTuber バーっていっぱい出てきたんですね。で、それでその書評系 YouTuber がこうなんか、まあ、要するにモチベーション革命っていうそのチャンネルが一番最初だったわけじゃないですか。で、それを高速で真似ていった人が今結構上位プレイヤーになっていたりして、まあ、ここから分かることとして、やっぱりそのリスクを恐れずに早く行動することによって、もうまあ、言ってしまったら何もない一般人にも平等にチャンスがあったわけじゃないですか。だからこれ見てる皆さんも全然例外じゃないんですよね。書評系 YouTuber って、まあ、確かに本読んでまとめるの難しいかもしれないですけど、じゃあなんかできないかって言われたらぶっちゃけ結構頑張ればできると思うんですよね。だからちゃんとそこでマーケットを見ていて、でそこに気づいて、あ、これチャンスあると思って、そこでもう全力でスタートする。まあ、それだけで
やるじゃないですか。で、やってそれを1年続けていたら、1年で人生激変するみたいな、こういうこともしょっちゅう起きてるわけですね。だからこういった例から考えても、やっぱ個人でこう、高速で動いていく速度ですね。これってめちゃくちゃ重要だと思います。